インに興味あるんだけど、またはワイン飲んでみたいんだけど、どんなワインを選べばいいの？何選んでいいのかわかんないって思ってる方に、ワインを買うとき、または飲むとき、どんな注文をしたらスムーズに進むか、どんな注文をしたら自分の好みのワインが出てくるかを当店なりに答えたいと思います。それでは当店のノムリエールにそこら辺を聞いてみたいと思います。それでは説明していきたいと思います。まずはワインの予算を伝えることですね。例えば3000くらいまでとか、2本欲しいから2本で5000までとか、具体的な金額を伝えるとお店の人もスムーズに説明してくれると思いますよ。次に、もし飲みたいワインの色があるなら、ワインの色も指定するといいと思います。例えばね、赤ワインが飲みたいとか、白ワインがいいなとか、あとロゼやスパークリングワイン、今はオレンジ色のワインなんていうのもあります。ただね、ワインってあまり飲んだことがなくて、ワインの色もどれがいいのかよくわからないよっていう方は、好きなフルーツとか、好きなジュースとかの味わいをお店の人に伝えるといいと思いますよ。で、そこまで詳しくないんだけど、ワイン好きだし、時々飲んでいるよっていう方は、ワインの色は伝えられると思いますし、飲みたいワインの色で変わりますが、例えば、白なら辛口やすっきりした感じがいいとか、赤ならあまり重たくないものがいいなとか、しっかり樽の味わいが効いたフルボディがいいとか、こんな感じでお店の人に伝えてみてくださいね。それから好きなブドウ品種があるなら、その品種を伝えてみるのもいいですね。お店の人が選びやすくなると思いますよ。ありがとうございました。最後にワインショップを選ぶ目安ですが、例えば先ほど当店のノムリエールが説明したように、味わいを連想しやすい食べ物や飲み物で説明してくれる、またはお客様のレベルに合わせた応対ができるお店がおすすめです。逆に欲しい銘柄やある程度ワインについて知ってる人はともかく、これからワインの世界に入ろうかなという方には正直おすすめできないお店もあります。ワインを説明できる人がいないお店、あと主力のとか計算されたとか抽象的な表現でワインを説明したり、トロッとろしてて美味しいとか、グリグリいけてうまいっすよとか、擬音が多くいまいちよくわからない説明しかしないお店、そういうところって結構共通点があり、お店の人自体がワインにあまり興味がないか、実際に飲んでいないので、そういった抽象的な表現や擬音を使うんだと思います。個人的な感想ですが、実際ワインを飲んでいる方と会話をすると、マニアックではあれ、抽象的な言葉や擬音だけに終始した会話をする人はいないので、ワインはお世辞にも安い部類のお酒とは言えないので、できれば失敗したくはないと思います。なのでお店選びも重要だと思いますよ。参考になれば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございます。よければチャンネル登録お願いします。